疲れ様です。キョウスケです。よろしくお願いします。はい、ということなんですけれども、今回ですね、分かりましたね。はい、まあまあ何が分かったのかと言いますと、タイトルにも書いてあるんですが、なぜステロイドユーザーでガイノになっている人があんなに堂々とね、もうステロイドユーザーですと表明しているようなもんで、そういう大会に出てガイノになってもう確実じゃないかっていう人たちがガイノの手術をしないのかっていうですね、まあ、理由が分かったんですけれども、まあ、皆さんももう分かるんじゃないですか。もう体のですねダメージがひどすぎるんですよ。はい、でまあステロイドユーザーですから、まあ、ステロイドを使うと、男性ホルモンが増えすぎて、まあ、それが女性ホルモンに変換して、で乳首がプクッと膨れて、で、まあ、体の見栄えが良くないというわけになって、まあ、なんでそうね、ガイノになったのにもかかわらず、ステロイドユーザーを取らないのかっていうことがですね、本当によくわかりまして、まあもう、腕上がんないんですよね。まあこれはもう個人差にもよるかもしれないですけど、自分普通にここのことをちょっと考えながら上げようとするとこんぐらいが限界なんですよ。こっから 上に上げようとするとガイノの手術したところがすっごい引っ張られて痛いんですよ。で見てわかる通りこっち側が今可能しちゃってもうパンパンな状態なんですよ。で2週間筋トレ禁止令出てるんですけれども、ちょっとこの感じだと2週間じゃ収まりきかないような気がして、でステロイドユーザーたちが、まあ、ガイノの手術をして2週間筋トレ禁止ってなったらまあ体は終わるというか、多分もうほんとワンシーズン棒に振るぐらいの勢いなんじゃないかなっていうことだと思うんですよ。でそれに1回摘出したとしてステロイドを使ってるからまた乳腺が肥大するわけなんですよ。もうそんなんやってらんないっていうことでみんなどん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 肥大していく勢いでもうほったらかしにしてんじゃないかなって思いましたね。まあまあこれはあくまで自分の考察なんですけれども、まあそういう風に感じましたね。でもう血もダラダラ今も出てもうやばいんですよ。寝てる時寝て朝起きた時に寝てる時にもうなんか冷てえなと思ってこう触るとは血だみたいな感じだし、普通に外歩いててもどっかコンビニ行くもうスーパーで買い物行くにしてもああ今滴ってるわみたいな血出てるわみたいな感じなんですよ。で家の中普通にちょっと掃除してても赤いの垂れとるやんっていう、もう雫としても服から垂れちゃってるんですよね。そんぐらい今回もしかしたら自分がそういう症状かもしれないですけど、そういうこともあるから、だからステロイドユーザーたちはだったらもうガイノのままでいいやっていう感じなんじゃないですかね。はい、まあ自分がね、まあ散々今までガイノいじってきたから、まあその代償だと思ってね、今は、はい、神に反省している感じでございます。まあこういうね、思いをするのはもう自分だけでいいのでね、みんな乳首にガムテープ貼ったりしないようにね。で、まあこの流れで言うと、次自分はですね、まあ肩にガムテープ貼ってるから、まあ肩がね、シンソールみたいな形になるんじゃないかなと思いますね。で今どんな状態かっていうと、あまだダメだもうまだみんなに見せる、こっち側だったら見せれる、こっち側だとこんな感じ、そうね。であとね、今はまあちらっと見せて分かったと思うけど、もう腹筋なくねって思いましたよね。そうなんです、自分も2週間筋トレ禁止で筋トレできないでストレス溜まる、もういいや食べちゃえっていう感じになっちゃって食べたんですよ。であと食べないとマジで回復しない、本当にどん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 血出てきちゃって、この間某ヒサーノさんにも顔色悪くないって、多分ちょっと一瞬フラッとした時があったんですよ。ヒサーノさんと話しててフラッとした時があって、多分それを察さられて顔色悪くない大丈夫っていう感じで言われて、まあまだ多分心は開いてくれてないと思うんですけれども、まあちょっと心配してくれたんで、まあ嬉しいなっていう感じですよね。はい、
まあ、だから、まあ、今回の結論はですね、ステロイドユーザーでガイヌになっている人が、まあ、なぜ手術をしないのかというと、まあ、それに対するあのリスクが大きすぎると。2週間筋トレ禁止っていうのは1シーズン棒に振るっていう感じだし、それにもう食事とかももう多分グラついちゃう、メンタルのところの方もかなり難しいんじゃないかなっていうことで、まあステロイドユーザーでガイノの人たちはもうガイノのまんまでいいっていう覚悟でやってるんじゃないですかね。もうバレるバレないはもう置いといて、もう思われて OK ぐらいの感覚でやってると思うんでね。はい、まあまあそこはそこですっげえ覚悟だなと思いましたね。だからナチュラルでガイノになっている皆さんは、まあ自分がね、今こうなっているけれども、もしかしたらこうならない人たちもいるんでね、もう皮膚を、まあ人間の皮膚ですからね、それをグーってもう最初パチンって切ってつなげてですから、だからちょっと上げる動作がねきついしストレッチかけるのもなんかできないんでね、はい、まあこれは人によるかもしんないんで、ナチュラルガイノで手術どうしようかなっていう悩んでる方はですね、まあ自分を一つ参考にしていただければなと思いますね。まあガイノでもぶっちゃけみんなそんな気にしないと思うんでね、はい、自分はちょっと山崎ガイノを失ったことが一つ悲しいかなっていう現実です。はい、じゃあこんな感じで長くなってしまいました。今後はですね、まあまたガムテープでガイノを作っていこうかなと思うんですが、まずは今は回復して、まあ、ちょっと減量動向のレベルでのね、流れではないんで、もう本当に血も滴る感じなんでね、はい、ゆっくりとまずは、直していきたいと思います。じゃあ今日はこんな感じで失礼します。バイバイ。